皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、やわしいです。今日は愛知県、公立高校入試、終わりましたので、千草高校の、ボーダー目標点を発表したいと思います。はい。で、まあ皆さん、入試お疲れ様でした。それではですね、ちょっと見ていきましょうか。千草高校ね、内申点 ×2 プラス当日点 ×1.5 の当日点重視の形をとってます。はい。なのでこの、点数を見ていただくと分かるようにね、やはり上の方のね高校行こうと思うと内申点も必要になってきますので、この動画をね、中1中2の方がもし見てるようであればね、しっかり内申点も取れるようにね、やっていきましょう。で、学校にね、出す調査書っていうのは、3学年の時のね、内申点がいきますので、はい。なのでね、しっかり3年生時の、内申点で、まあ推薦とかはね2年生の時のね、内申点とかが行く時もありますので、まあ2年生の時もね推薦を狙うようであればね取らないといけないですけど、ね、この一般で行かれる方に関しては3年生の時のね、しっかり内申点を取れるようにしておきましょう。はい。目標点ですね、222点。はい。まあこれぐらいが、多分千草高校の、合格者の平均点ぐらいになってくるかなと思います。なので、この点数があれば基本は、合格してるはずです。でギリギリラインですね、いわゆる面接等で、この点数でも落ちてる子と落ちてない子が分かれるだろうテストの点数のボーダー、もうギリギリラインです、いわゆる。でなので面接でしっかりね、他の人とね、まあ差をつけられてるかどうかで、まあ受かってるかどうかが決まるテストの点数が、今回多分208点かなと思います。はい。まあこれ若干ね208.5点とかその辺になってくるので、209点とか207点とかね、このちょっと多分前後しちゃいますが、大体この辺りだと思います。はい。なのでこの辺りの方は、しっかりね面接とかね、うまくできたなって思われる方はね受かってる可能性はありますので、しっかりまあ気持ちを持っていただいてね、18日ね迎えていただければいいかなと思います。はい。なのでまあこのね222近く取られてる方はね、合格されてると思いますので、はい、安心していただければと思います。はい。じゃあ他のね、高校に関しても、ボーダーとか目標点出してってますので、そちらの動画も利用していただいて、で他の高校のね、ボーダーとかも知りたいなっていう方は、コメント欄に書いていただければどんどん動画作ってきますので、そちらの方のコメントもよろしくお願いします。それでは、他のね、動画もぜひ見ていただければと思います。それでは失礼いたします。